Windows アクセシビリティガイド、マウスキーの紹介。マウスの操作ではポインターが思う場所に行かないことがあるかもしれません。 Windows にはマウスキーという機能があります。マウスキーを使うと点キーでポインターを操作できます。点キーのないパソコンではこの機能は使えません。点キーがなくてもキーボードの側面に数字が書いてあり、点キーの代わりに使えるキーボードではマウスキー機能が使えます。マウスキーを有効にする方法は2つあります。ショートカットキーを使う方法から見ていきましょう。左シフト、左オルト、ナムロックキーを同時に押します。はいを選択すればマウスキーが有効になります。有効になるとタスクバーにアイコンが表示されます。アイコンが隠れている場合もあります。次は設定から有効にする方法です。スタートを実行します。設定を選択します。 Windows 11はアクセシビリティ、10は簡単操作を選択します。ここまでの操作は Windows キーと U キーを一緒に押すショートカットキーでも行うことができます。項目をスクロールしマウスを選択。マウスキー機能をオンにします。これでマウスキーが有効になりました。マウスキーが有効になると点キーの5を中心として上下左右にあるキーを押すとポインターが動きます。例えば5の上にある8を押すとポインターが上に、5の左にある4を押すとポインターが左に、5の右下にある3を押すとポインターが右下に動きます。ポインターの速度、加速度は設定で変えることができます。コントロールキーで加速、シフトキーで減速させることもできます。コントロールキーを押すと加速、シフトキーを押すと減速します。クリックは5を押します。右クリックははじめにマイナスを押します。マウスの右ボタンが選択されアイコンに表示されます。この状態で5を押すと右クリックになります。次に左クリックをするときはスラッシュを押します。マウスの左ボタンが選択されアイコンに表示されます。この状態で5を押すと左クリックになります。ダブルクリックはプラスを押します。次にドラッグ&ドロップの方法を説明します。0を押してドラッグします。ポインターと同じように動かします。小数点を押してドロップします。このようにして点キーでポインターを操作します。マウスキーを無効にするにはショートカットキーを押すか設定でオフにします。